ランチェスター法則と出会って、ああ人生を公式で表すとこうなろうと思いついたのが表紙の、これですね。ランチェスター法則、多数の競争相手がおるときでは第二法則が成立するものですからね、攻撃力は兵力数の自乗をかける武器性能と、それを符号にしていくと、武器性能というのを A にすると、これ人間では個人では素質ですね、素質。だから X というのが兵力数ですけど、私たちに置き換えると時間です、時間。だからああこれ時間になるんじゃないかと。で Y というのが人生の状態を表すと。だから Y ですね、人生の状態って言ったら分からんからこうするといいね、こう円にすると余計分かりやすいでしょ、経済力ね。だから自分の人生をどう生きたいか、経済的に富みて豊かな人生、人の気持ちが分かるね、素晴らしい人生を歩きたい、こういう人はもう一番高い目標ですね。うん、経済的にもある程度ゆとりがあって、人間的にはやっぱある程度いい人生を歩きたいというのはこういうことね。普通でいいんです、普通で、普通でいいです、これもあるでありますね。いや普通よりちょっと落ちてもいいんです、もうやけのやんぱちです、もうこれもあるでしょうね、これもですね、もう貯金通帳の残高ゼロですね。それで人間的にもどうかと。だからやっぱり経済的に損すると人間も大体ほとんどダメになります。私もそれどうやってそれを証明するかということね、経済的にこうダメになると人間も多くの人がダメになるということをね、どうやってそれを証明するかって考えた、ずっと調査会社だったからね、あそうだと思ってですね、福岡に協定場というのがあるんです、協定場で、ボートで損するのを吸ったというんですよ。儲ける人は少数でほとんどが損して帰るわけです。で協定場からずっと天神まで歩いて大体 1.5 キロぐらいあるんですよ。ずっと行列ができるんです。でそこ立橋があって、交差点で立橋があって、ずっと観察してたら週刊誌を破ってね、みちみちゴミを捨てていくよ。あ負けたちゅうのあんな人間になるのかと。ゴミを捨てていくので、もう外れ券をわざわざ破ってよ、そう大変じゃないの、ゴミ掃除するのかよ、もやけのやんぱち。はあ、経済的に損すると貧すればドンするというのはああいう状態なのか。さっきの、風紀のところの4番目ですね、経済的にその非常に貧しくなると考え方も貧しくなる、それが貧すればドンするというでしょう。お手元の9ページいってください。9ページですね、はい、経済力が最低で人間性も最低、4番、これが貧鈍ですね。貧、漢字は一緒です、読み方が違うだけね、貧しいという字と鈍、これが同じですけどね、読み方は。貧鈍、経済的に貧しくなると人間的なものも貧しくなる、貧すれば鈍するって言われるね、まあ、もちろんそうならない人もおりますよ、そうならない人もおるけど、大多数の人はやっぱり、こうなっちゃう、やっぱ具合が悪いね、うん、やけくそになるとね、やっぱ周囲の人に迷惑かける。それで、人生は自分の人生どういうものに行くかっていうのはやっぱりこう途中で考えないかんわけですね。自分はどうありたいか、自分はどうありたいか。そこで、この時に、条件となるのが一つが A ですね、これが素質です。それから X の事情、これは掛け算ですね、プラス B によって決まるということをですね考えたんですね。プラス B、 これプラス B というのはどういうことかと言いますと、お手元のテキストですね、1ページの口を切って、口を切って、それでお手元の1ページの1ですね、このようにひどく混乱した中で本気で自己啓発に取り組み、実力を高めて人生の流れを大きく変えるにはどういうふうにしたらいいかということですけど、まず一つはね、禅宗の開祖者であります道元先生の教えに従いましてね、
こだわらず、とらわれず、偏らずの空の心になりまして、ちょっと切って、切ってください。切って。で、空の心になると心が素直になるそうですね。素直になると、世の中、現実がありのままに見えると。そのありのままに見えるというのが大事なんです。みんなね、思考バイアスと言いまして、こだわりとかとらわれがあると、その、変にこう曲げて考えるわけですね。何でも、変にこう曲げて考える。ですから、やっぱりその素直になって事実をありのままに見るということが大事。やっぱりね、誰だってね、みんな何ですか、とらわれこだわれがあるから、こだわりがあるからね、まともに考えない。でやっぱりその、うまくいかないときはこだわりが強すぎるとやっぱりその考えが集中できないんですね。ですから空の心になるということが素直な状態で、やっぱり大事。そうするとありのままということで、イラストが上手な人はありの絵を描いとってくださいですね。ありのままと書いてですね、これがいいですね。ありのまま。やっぱありのままに見えるようになったらいいんですね。やっぱり個性が強すぎるとやっぱりとらわれ、偏り、ね、偏りがひどいとやっぱどうしてもこだわりがブレーキになりますね。でそのこだわりとらわれっていうのがサイドブレーキになりまして、いいものと出会ってもそれがうまくいかないんですね。ですからだいたい40歳過ぎて45歳過ぎると、その思い込みというのがですね、根拠のない思い込みというのがいっぱいその人の頭にストックされていくんです。根拠のない思い込みね。でそれが一種のサイドブレーキで、営業やったことがないのに営業というのは嫌な仕事だと、やったことがないのに営業って嫌な仕事だとね。飛び込み営業、これ最低の仕事だとか、やったことないのに。それでやっぱりいろいろこう仕事でありますね。でそれ確かめてないのに思い込んで、それがサイドブレーキですから、学校卒業した当初というのはサイドブレーキがないんですけど、だいたいどん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 サイドブレーキが経験するに、年取るに従って増えていくんですね。ですから、まあ50過ぎて、だいぶビジネス経験がある、50歳になりましたらビジネス人生ね、もう30年やってるわけでしょ。ざっと30年やっておきながら自分のものができてないというのはやっぱり何か問題があるんですね。それは素質が悪いかもわからんけど、なんかこだわりとらわれがひどすぎると、それでそのね、こだわりとらわれがそのひどいと人の言うことをまともに聞けなくなるんですね。それがやっぱその人の能力を開発の一番ブレーキで、その思い込みとらわれ、それがサイドブレーキになる。だいたい50過ぎてこだわりの強い人はサイドブレーキがだいたい10本ぐらい引かれてるんですよね。カーッと。だからランチェスター法則の弱者の戦略なんか勉強されて、競争条件が不利な会社は弱者の戦略でいくといいですよと。まず商品地域点検していって、こうやったらどうですかって言うけどね、勉強する前に弱者という言葉が気に食わんと、まずこれから入りますね。だからその強者弱者っていうのは単なる言葉の符号なんだから、 A とか B とか C とかね、符号に過ぎないんですから。だから符号が気に入らんって言ったらね、それはもうそんな言ったらもうそれから先進まないんですよ。だから弱者の戦略で、まあ、2代目さんなんかでちょっとこだわりの強い人ですね、やっぱりその弱者っていうのは気に入らないってそれから先進まないんですよ。で大体こだわりの強い人っていうのは食べ物の好き嫌いが激しいですね。で倒産会社の取材してて分かったんですけど、2代目さんなんかで倒産した人調べたら後で分かったんですけど、ずっと調べてね、食べ物好き嫌いが激しいね。ですから非常に食べ物の何て言うんですか、こう好き嫌いが激しい。創業者で苦労した社長っていうのはもう好き嫌いないね。もう大一号なんでも平気です、ね、なんでもうだからガッツのある社長っていうのはもう食べ物好き嫌いない、そういうふうにね、やっぱりその倒産会社の取材をちょっとやってて1600件ほど取材しましたけどね。そうするとなんか話聞いてて、ああそういえばそう、
ああそういえばこういうのがあるんだな、今日独身の女性の方もいらっしゃってるようですけどね、最初はまあスタイルで見つけてもいいけど、最後はやっぱりいくつかチェックせなきゃいけませんからね、最後は食べ物好き嫌いは調べてくださいね、これは絶対ですよ、これが激しかったらダメですからね、人生で成功しないですねということで、やっぱりピーマンとか人参の盛り合わせをですね食べさせてみたり手をつけなかったらこれダメねこれねということで、その、ね、弱者の戦略なんか進めてうまくいかない人はこだわりとらわれ、やってみて命に別状がなかったらやってみればいいじゃないっていうのはね、命に別状がないものやってみればいいんですよ、これやってみないのね。で、私前の会社で辞める前に日本一の売り上げ上げてましてね、飛び込み営業で行くんですけどね、どうしたら売り上げ上がりますかとか、営業その支店の会議に呼ばれていくんです、ちょっと話してくれませんかとかね、そんな難しいことありませんよと、売れるか売れないか相手が決めるんだから、確率の問題だから、いや調査やってますなんとか会社でございます、ちょっと今日ご挨拶に来ました、5、6分社長さんお時間いただけませんか、あらそうなそうなさいって言われてね、また世間話しまして、それで帰り際に社長さん調査会社なんかお使いになることありますかと聞いてね、それで、時々使ってるよって言ったら丸つけといてね名刺に、それでまた 2,3 週間経ってこんにちはって行けばいいわけの話で、それで飛び込み営業のやり方を教えるんですけど、日本で 1,300 人のおりましてね、随分私社内研修であちこち行ったんですけど、真似する人一人もいなかったね、飛び込み営業中のはダメな人のやることだという先入観が職場に定着してるんですよ。だから社長とか専務とかいうのから頭を入れ替えないから職場は変わらない、社長とか専務がきちんと本気でやらない限り途中では中間役職者では変わらないね、それが分かりました、絶対変わらない、だから支店長が頭変わらなければ部下は変わらない、うん、そういうものに行きましてね、真似しないんですよ、私のところに教えてくださいって1300人ぐらいおる中で自発的に教えてくださいって来たのは 4,5 人ですよ、だから同業者で頑張ってる人のところに休日訪ねて行って教えてくださいって来る人だいたい300人から500人に1人ぐらいの割合ね、でこれ東京海上火災さんの研修呼ばれて行ってエリアごとのナンバーワンのそのね代理店さんに会って話を聞いたらやっぱりそうね、訪ねてこないね、うん、だからやっぱりそういったこだわりがある、なんか心のブレーキがね、